けだに。私のが。とりあえずテント場到着しました。設計までは良かったんですけど、その後がすごい暑くて結局7時間ぐらいかかっちゃいましたね。疲れて寝たら2時間も寝ちゃいました。で、後ろに見えるのがあそこが白馬山荘なんですけど、でその後ろにあるのが白馬岳で、まあ、今日登ろうと思ったら登れるんですけど、明日下山の時に通るので、それで白馬岳はねピークアウトしたいと思います。とりあえず今からちょっと早いですけど夕食作って夕日をね撮りたいので、それの準備したいと思います。ご飯も食べたし、これからね撮影しようと思ったらガスがねちょうど出てきちゃいましたね。まあ夕方なんでちょっとしたら多分下がってくるとは思うんですけど、とりあえずそこにちょっと高いところがあるので行きたいと思います。完全にガスの中です。さっきまで晴れてたのに。とりあえずちょっと高台に来てみました。少しね時間が経てば晴れそうな感じですね。ちょっと待ちたいと思います。風がねすごい寒くなってきました。晴れませんね。
時半ですね。夕焼けはね、晴れたりちょっと曇ったりって感じで、 あんまりねすっきり晴れたタイムラプスは撮れなかったですけど、で今から本当は星をね撮りたいと思ってて、で今日夜晴れる予報なんですけど、今見た感じすごいね、もう完全に一面ガスの中なので、ちょっとテントに戻ってね、またまあまだもう少し起きてると思うので、それまでに晴れればタイムラプス撮りますし、まあ明日も朝も早いんで、もう晴れそうになければそのまま寝たいと思います。ございます。ご来光もね、白馬岳に登頂してご来光も見れたので、あとはね津軽池高原のロープウェイの方にこれからね下りたいと思います。いやすごいですね、本当にすごい綺麗。
本当にすごい気持ちいい稜線歩きです。すごい。いや、時々時々いいとこだけいいこれいいなっすね。はい、白馬大池近づいてきました。すごいすごい綺麗。じゃあ白馬ね大池まで来たので、あとは残り 2,3 時間ぐらいでもうロープウェイまで行けるので、あと少し頑張っていきたいと思います。でここで分岐点があって、あの温泉の方にも行けるんですけど、まあ温泉は今回はなしでそのまま下山したいと思います。すいません、ありがとうございます。あ、木道だ、嬉しい。いや、歩きやすい。ここまで来ればね、あと1時間くらいで到着です。いや、歩きやすくていいですね。最後の最後にすごい歩きにくい山がボロボロして段差が大きい道ですね。見えた、戻ってきました。今回のね登山、一言で言うと本当に最高でしたね。夏でも涼しい大雪景といい、あの頂上の景色も素晴らしかったですし、お花畑もねたくさんあったり、あと下山もね、あの大池があったり、あのまた雪景があったりってバリエーション豊かで、すごいね楽しかったなと思います。あとは、まあ、動画には載せてなかったんですけど、隣で写真撮ってた人とあのがすごいいい人で、あの仲良くなったりっていう、まあ、出会いもあったりで、本当にね思い出深い登山になりました。大雪渓はあの、まあ、レンタルされてるのも4本アイゼンで、まあ、僕も4本アイゼンで行ったんですけど、まあ、4本アイゼンでも行けるのは行けるんですけど、まあ、やっぱりちょっと冬と違って、あの雪があのどうしても緩いので、あのアイゼンの効きが悪くなって、そ
少し滑りやすいので心配な方はね六本アイゼンとかでもいいかなと思いました。あとはね、あの大雪渓の登り終えた後の、あの登りがすごい暑くて、あの少ししんどかったんですけど、日焼けもねすごい、ちょっと半袖じゃなくて長袖で行けばよかったんですけど、日焼けもすごいちょっとヒリヒリして痛いんですけど、ただ今回はあのすごい時間にゆとりがあって、あの登ったらあとはゆっくりするだけだったので、まあ登山自体もあのそんなに急がずゆっくりゆっくり登ったのですごい良かったですね。最近ピストンばっかりだったんですけど、今回は上りと下りを分けて、下りがねすごいまたいつも登った道と違う道で、しかも稜線で、あの大池とか雪渓またあったりっていう風にバリエーション豊かで、すごい下りもねちょっと普段は下りすごい苦手なんですけど、今回はすごい楽しめて、それもね良かったかなと思います。まあ、初心者がいきなりあの白馬岳行くのはちょっとコースタイムも長いですし、まあ、雪渓とかもあるので、まあ、いきなり行くのはちょっとあれかなと思いますけど、あの登山に慣れてきてステップアップでね、あの白馬岳行くにはすごいいい山じゃないかなと思いました。まあね、すごい本当に良かったので、またねいつか来たいと思います。今回はご視聴ありがとうございました。